ファン・ジョン・ウームは韓国の女優。身長167センチメートル、体重48キログラム、血液型大型。女性アイドルグループシュガーのメンバーとして芸能界にデビューした。2004年にシュガーを脱退してからは俳優として活動している。2009年9月から2010年3月に放送されたシットコム明日に向かってハイキックに出演し、 作品のヒットとともに広く知られるようになった。この作品の演技が評価され2010年の第46回百草芸術大賞で新人演技賞を受賞した。引き続き2010年5月からは12月まで SBS で放送されたジャイアントに出演した。ジャイアントは韓国現代史を背景にした全60回の連続ドラマでジョンウムは 演技者としての成長が評価され、年末恒例の SBS 演技大賞で新人演技賞を受賞した。その後、私の心が聞こえる。お金の化身、秘密、キルミーヒールミーなど多くの連続ドラマに主演している。2016年2月26日に元プロゴルファーで事業家であるイオンドンと結婚し、翌年2017年8月15日に第1子を出産した。 2020年9月に離婚調停申請書を提出したが2021年7月9日調停中に復縁したことを所属事務所の関係者への取材で明らかになった幸せまでの距離。ありがとうございます